東寺の庭園は文化財で史跡および名勝という2つの種類の指定を受けています。歴史的にゆかりがあって景色もとても素晴らしいと、そういう貴重な場所ということで史跡および名勝で文化財に指定を受けているのは山口県内ではここだけです。見どころは尽きないんですが、一つだけあげろというふうに言われた場合は私はやはり、背後に見えております滝石組、規模の大きさと、ダイナミックさ、これが一番いいなと思って見ています。